はいどうも、カパン町、アルパカ系 YouTuber カパです。はいどうも、コチャン町、アルパカ系 YouTuber コチャです。二人合わせてカパズチャンネルです。よろしくお願いします。はい今回はこちら、電源ユニットのお掃除をやっていきたいと思います。お願いします。まずはドライバーでネジを外していきます。それではテンポよく、ポンポンポンポポポポン、友達増えるね。続けてファンについているネジも取っ払っちゃいましゅ。噛むなし、失礼神まみた。はいはいあざといあざとい。それではこっちも、ポンポンポンポポポポン、このカット編集が気持ちいいんだ。変態の鏡、でもこれでファンカバーが取り外せました。てちょい待ち、ドドドドした。これを見てくれよこいつをどう思う？すごく、汚いです。やべえ。ファンカバーでこの汚さ、来たぜ。どうして嬉しそうなの？それではカバーの方もオープン。なんてこったい。すでに汚ねえ。うわあ。なんか今回叫んでばっかよ。ねえねえ奥さんこれを見て。あらやだ吐き気を催してきたわ。ファンも汚れも黒くて見えにくいですが、なんかめっちゃこびりついてます。どのくらい汚れているのかというと、筆で吐けばあら不思議。おろろろろ。吐かないで、白い髪がどんどん黒くなっていきます。筆で吐いた後はこんな感じ。ここがお掃除したところ、全然違うんだけど。てかさ、他の部分もやばくねうほ。だからどうして興奮してんの？特にこの辺とかたまらんですわし、ゴビも気持ち悪いことになってるんだけど。それじゃあそんな薄汚れた子猫ちゃんをきれいにしちゃうよ。子猫とはかけ離れた画面の汚さ。ここからはお得意の倍速戦法でいくぜ。16倍速でお届けしております。うろろろデルデルデちゃうの。いろんなもの紛失させないで。ちなみにこちらハードオフで購入したジャンク品になります。急に真面目な解説サンキューな。価格は500円。まあ妥当なお値段。ではここからウプ主が頑張る姿をご覧ください。は、何急に。あ、行きましたね。何から突っ込んでほしい。そりゃもちろんどでかいの。望み通りの遅れてやるわ。無法これこれ。もうやだこの空間。ちなみに使っているのはいらなくなったシャツの切れ端でございます。だから解説に緩急つけすぎなんだって。ではこちらも倍速で分回していきましょう。純白のシャツが黒くなっていく様をお楽しみください。うへいおじさんがキレイキレイしてあげるからね。すでに汚くなっているようで。そうそう、シャツを使う理由なんですが、今回の黒いゴミ、なんかやたら粘着質で筆では全部落としきれなかったからですね。どんな環境下で使われていたのか。というわけであらかたきれいにできたので、再度組み直していきましょう。組み直すまでが清掃です。ファンを置いたらカバーをかぶせて差し込むようになってるからうまいことやってね。もちろん反対側も同じように。それからファンカバーもかぶせてネジを締めていきます。はいではここもテンポよく行きましょう。それでは倍速用意ドン。いけー。はい終わりました。この倍速の意味あった。では外側ケースの方もネジで固定していきましょう。ここもまさか。そういそういそそそそうい初めからそうやって編集すればいいのに。というわけでこれで固定もできました。最後にダメの位置押しとしてトントンしちゃいましょう。意外とまだ黒いの落ちてきたね。というわけでこれにてお掃除完了。いやー、綺麗になったねー。では、出てきたゴミを集めましょう。ちなみにこちら、リビングでの作業です。お前いつも家族に迷惑かけてんな。優しさに救われている。てかさ、今更だけど、前にも電源ユニットのお掃除してたよね。おい私のセリフ取らないで。そうそうこんな風に、急にすごい画像出しちゃってすいません。こいつ監獄に送っときますんで。監獄学園展開がいいな。リンクは概要欄貼っときます。ほんといつもお掃除動画ばっか出してんなこいつ。お前が言うなし。まったくこんなんで喜ぶのがどこにいるのやら。お前鏡見てこいよ。鏡見てもクソケ玉しかいないんだよな。お願い自己肯定感だけは高く持って、強く生きてる。ほら見て、みんな集まっていくよ。デートスポットで聞きそうな言葉。こんなんが見せ物とか世も末すぎるだろ。キャーかわいい。世紀末だ。ほら見て見て、みんな楽しそうにしてるよ。幻覚見えてる。なんてやってる間に集めてしまいまして、今回出たゴミがこちら。うっぱダークマターじゃん。ごま塩みたい。ふりかけだけはやめて。これをご飯にかけるわけないじゃんあんたバカ。おめえを心配して言ってんだよ。私ならここはと混ぜるわ。そういうとこだよ。あ、なんか喉乾いてきたわね。おいやめろ見るな見るな。なんちゃって、いい病院あるから一緒に行こう。感じが物騒すぎ笑えない。なんて言っておりますが、電源ユニットってどうしてこうも汚れるんだろうね。仕方がないさ。他のパーツと違って手の届きにくいところなんだから。分解清掃はリスク高いからな。まあそれでもすっごくたまにはこうやって綺麗にするのもいいんじゃないかな。みんなも適度にパーツはメンテしてあげてね。長く付き合っていく相棒だからね。それでは皆さん良い一日を。以上、この動画はアルパカ系 YouTuber カパとアルパカ系 YouTuber コチャがお送りしました。それじゃあまたね。カパン町、こんなに汚れちゃいました。お疲れ様でした。これこのまま放っておくとどうなるかな。嫁さんが鬼になるぞ。まさかそんな。ほら、ウリリーって聞こえてきた。鬼は鬼でも吸血鬼。お前も鬼にならないか。混ぜすぎ注意。それじゃあまたね。